大変なことになってしまった。私は今オカルト研究の歴史が一変する世紀の瞬間に立ち会っている。今私がどこにいるか説明をして、果たして読者諸氏にはご理解いただけるだろうか。驚くなかれ、私は今呪われた学び屋天神小学校、その校舎の中にいるのだ。私の有能なる助手、読者にもおそらく名の知れた佐榎奈穂君、霊界に精通している彼女の心霊調査により明らかになった。霊場との接触方法がある。私はもう一人の助手、カメラマンの田口君と二人でその方法を行い、すでに存在しない学校に生きた人間としての禁忌に足を踏み入れた。このまま記事とともに映像も残そうと思う。まずは手当たり次第に調査する。次回記事にて我々がどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか、私も非常に楽しみで仕方がない。こうなったらとことん行く。期待して待っていてほしい。一度ここで筆を置く。私自らが証拠を携えて霊界と通じる生き証人になってみせよう。奈穂さんの師匠、オカルト作家兼猟奇事件ルポライターの響先生も本当にここに来ていたんだわ。嫌な言い方だけれど、奈穂さんの方が売れっ子になっていたし、起死回生を狙って特ダネをつかみにここに来たのね。一人になってはいけない。一人になってはいけない。ここに来たのは我々が一番ではなかったらしい。すでに何人かの先達がいた。皆一様に死ぬかこの校舎に食われていた。食われるという表現を使うのには理由がある。この学校を包んでいる巨大な呪い、それに深く心が蝕まれてしまう。すなわち心の隙を作ることは自殺行為に等しい。深い絶望や孤独感に心をつかまれると、あっという間に呪いに心を侵食されてしまうのだ。結果肉体は壊死を始め、魂は消し炭のように真っ黒になり、我々はこれを黒化と呼ぶが、この校舎に吸収され、その一部とされてしまう。例外として、肉体は蝕まれずに、激しい思念のみが残留し、焼き付いたりすることもあるようだが、ほとんどの場合、魂はその場に固定され、成仏もできずに、永遠にそこに留まり続けることになる。こうしてこの学校は犠牲者を喰らい、どんどん膨張を続けているようだ。ゾッとする。この霊場との接触方法、幸子のまじないを
現世で世間に公開していたら、この被害がさらに拡大するところだった。この第4回も次回の第5回も、読者は私と同じく監禁された犠牲者ということになってしまった。しかしせめて生き残るための参考になればと思う。読者のあなたに希望を残せたらと願ってやまないのだ。第5回も楽しみにしていてほしい。助手の田口くんはどこかへ消えてしまった。一人になった私はもう帰ることができなくなった。だが私は書き続ける。使命だからだ。何が起こっても、命ある限り、手が動く限り書き続ける。ゆか、さっきのテープ貸してくれるか？うん。よし、入れてみるぞ。一人になってはいけない。一人になってはいけない。死んではいけない。絶望してはいけない。これを見ているあなたに、ここから脱出する逆打ちの方法を残しておく。幸子のまじないを清純法灯用に、人数に幸子を加えた回数唱え、ちぎった形代の切れ端同士をくっつけるのだ。しなければよかった。来なければよかった。君があんなことに。先生。そうか。ねえサトシ、今の映像。ああ、この部屋で撮られたものだな。この匂いか。最初に感じた異臭は白骨死体だ。服装からさっきの映像のキビキって人と、女の子の制服は私がさっき会った幽霊の女の子のだよ。俺も職員室で話した女子だ。篠崎が言ってた奈穂って子かもしれないな。どうした？サトシ、奥に
押し入れの奥に何かない？ん？何もないぞ。もっと奥の方、よく見て。壁に隙間がない？ん？あるぞ。奥にもう一個部屋がある。お前、なんで知ってるんだ？私もわかんない。ただ、そんな気がしたの。とにかく調べてみるか。大丈夫か、ゆか？うん。二人の白骨死体があるから、踏まないように気をつけろよ。ええ。真っ暗。大丈夫？で、繋いでてあげるよ。うん。ナオミお姉ちゃん、優しい。なんだここは。すごい匂いだぞ。これって、トイレ？はしご。どこに出るんだろうな。おい、ナオミ！お姉ちゃん！いっぺんに使うと壊れそうだな。ユカ、ナオミが登りきったら、お前先に登りな。うん。ん？ユカ、最後がいい。ん？ああ。でも大丈夫か？俺が登りきるまで一人でここにいても。お前一人残してて、何かが急に襲ってきたらどうするんだ。お前のパンツなんかいつも見てるんだから平気だって。今日は嫌なの？仕方ないな。じゃあ上で声をかけたら、お前もすぐに登ってくるんだぞ。うん。ユカ、いいぞ、登ってくるんだ。うん。ナオミ、どこだ？サトシ。これは女子トイレか。なんでこんなところと繋がってるんだ。よりにもよって、どうしてここなの？ここは篠原が死んだ場所だ。聖子が怒ってるんだ。やっぱり私のせいで聖子は死んだんだよ。ナオミ、違うよ。お前のせいでも自殺でもない。どうして違うって言い切れるの？あの時の私の言葉聞いてないから。サトシは、それ聖子の携帯。死んでしまう直前まであいつはお前のことを心配してたんだよ。送信されていないけど、お前宛にメールを書いてたんだ、あいつ。読んでみな。聖子。気持ちが落ち着くまではと思って、ナオミには見せずにいたんだ。すまない。
落ち着いたか？うん、ごめん。篠原の気持ちに応えるためにも絶対に出るぞ、こんな格好。兄ちゃん、ゆか見つけた。ん？これテープか。さっきカメラが壊れてしまったからもう見れないな。うん、一応持っておこう。よく見つけたな、ゆか。とにかく幸子のおまじないの逆打ちの方法は分かったぞ。篠崎たちと合流しよう。そうだね。サトシ、おまじないの切れ端はちゃんと持ってる？ああ、持ってるよ。ほら。ゆかも。えらいな、なくすなよ。お前は？うん、私も。あれ？え？嘘、あれ？え？やだ、学生証がない。挟んでおいたのに。ナオミ、落ち着け。よく探してみろ。あ、うん、だけど、さっき確かに幸子さんの切れ端を挟んだ学生証、スカートのポケットに入れたんだよ。セコに見せた時に、ない、ないよ。やだ！このままじゃ、私、帰れない。そう心配するなよ。さっきまで持ってたんだろ？この校舎の中で落としたのなら、きっと見つかるさ。だけど、このままもし、出てこなかったら、私だけ、私だけ。ナオミ、大丈夫だ。お前一人置いてったりしない。見つかるまで、最後まで一緒にいるから。ゆかも。兄ちゃんと一緒に、ナオミお姉ちゃんと、姉ちゃんと、のこ。ごめんね、私ほんとダメだね。悪い方にばっかり考えちゃって。私はいいから、ダメだったらゆかちゃんはサトシと一緒に帰るんだよ。いや！じゃあ探してくるよ、私、学生証。ナオミ、待て！一緒に探しに行こう。重もあの様子だと助かっていないと思う。どうしてよ、みんな簡単に死んじゃわないでよ。院長、あとの希望は由井先生か。あとはとか言わないで。悪い。死んでいったみんなも、きっと俺たちにまでここで死んでほしくないに決まってる。つなぐんだ、みんなの脱出したいって意志を、命のバトンを。逆打ちの方法は分かったんだし、こんな状況だけど希望は見えてきた。もう少しだ。由井先生を見つけてここから出るぞ。の、ええ、あ、そうだ、中島さん、これ、あ、私の学生証、それとこれ、5
ごめんね。逆打ちの方法を知ったのなら不安だったでしょう。切れ端もうなくさないでね。ありがとう、すごく嬉しい。篠崎、助かったよ。よく見つけてくれていたな。どういたしまして。そう、でもね、これを見て。さっき奈穂さんと会った後見直してみたら血のシミが取れてたの。先生、ごめんなさい。私の読みが甘すぎました。ここは今までにカンパしてきたような簡単な霊磁場ではありませんでした。一刻も早くここから脱出しないと本当に危険です。逆打ちで簡単に戻れると思ったのに、惨殺された幼い魂が磁場に複雑に絡まっていて、このままでは使えません。逆打ちを使うにはまずこの子たちの怨念を何とか浄霊して包囲している霊磁場のゲートをほどかなければ。このままの状態で使うと逆に危険です。何が起こるか分かりません。これはこの天神小学校の周囲をユキちゃんたち子供の霊が霊磁場を作って包んでいる。だからこのまま逆打ちを行っても霊磁場が邪魔をして帰れないってこと。やはり幸子の懺悔を引き出して子供の霊を成仏させなきゃならないのか。頑張ろう、もう少しだよ。